接待館遺跡は岩手県奥州市衣川にある平安時代の遺跡。柳の御所、平泉遺跡群として国の史跡に指定されている。中村寺北川、衣川の北岸に位置し、12世紀後半の掘立柱建物跡42棟、土工跡、溝跡、掘跡、泥跡、縦穴式住居跡、大量の瓦家等が出土している。 接待官の名称は、ここを館とした、藤原元平の妻が仏法への帰依が深く、事前事業として、関道を往来する旅人を接待したり、施しを与えたので、接待官と呼ばれたと伝承されている。この遺跡が、平泉町の柳の御所遺跡に匹敵する大きさの、堀と土塁に囲まれた館であり、大量湿度という点から堀の内側では、儀式、儀礼が、 盛んに行われていた。このことから遺跡は欧州藤原氏の祖先である安倍氏の成長跡と推測されている。また、接待間遺跡をはじめとした4遺跡から、12世紀欧州藤原氏の時代の遺構が広範囲に見つかっており、衣川の北側にも平泉の市街地が広がっていたことが明らかになった。このことから欧州藤原氏の時代には三代目、 秀平の母の館で、平泉府の迎賓館であったと推測されている。このような発掘成果から、源義経が自害した、藤原元成の屋敷、衣川館跡,跡の可能性が指摘されている。2010年に隣接する、細田、六日市場の両遺跡とともに、接待館遺跡として、国の史跡、柳の御所、平泉遺跡群に追加指定された。 2011年に世界遺産に登録された平泉、仏国土を表す建築、庭園及び考古学的遺跡群の構成資産候補となっている。ありがとうございます。